オバマ大統領が米国のリーダーとして初めてこの被爆地広島を訪問してくれました。米国の大統領が被爆の実相に触れ、核兵器のない世界への決意を新たにする、核なき世界を信じてやまない世界中の人々に大きな希望を与えてくれました。世界中のどこであろうとも、ただびこのような悲惨な経験を決して繰り返させてはならない、この痛切な思いをしっかりと受け継いでいくことが今を生きる私たちの責任であります。必ずやその責任を果たしていく。日本と米国が力を合わせて世界の人々に希望を生み出す灯火となる。この地に立ち、オバマ大統領と共に改めて固く決意しています。